こんばんは。こんばんは。熱狂レムナイズ特別編、いよいよ最終戦、明日明後日に迫ってまいりました。ということで今日は鮫島和人選手権ヘッドコーチに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、泣いても笑っても残り2試合、はい、残り2試合になりました。どんな気持ちで臨んでいきますか、はい、そうですね、本当にいよいよもう残り2試合ということで今連勝中なわけですが、最高な形5連勝で、今シーズンを締めくくって、今シーズン限りで引退する福田選手を、いい笑顔で終わらせてあげれるよう、チーム一丸となって熱狂していきたいなと思ってます。まあその途中からですね、選手兼ヘッドコーチというこう対役をこう担いながら、まあ、今やってるわけなんですけれども、だいぶもうチーム自体も勝てるようになってきて今3連勝何が良くなったと自分自身では感じていらっしゃいますか。そうですね、やっぱりあの新体制になって一番意識していることはやっぱり雰囲気作りということで、あの僕自身陽のオーラもう口酸っぱく、はい、あの SNS 等でも言わせてもらってるんですけど、はい、本当に陽のオーラ、本当に明るい空気があれば、うん、本当に下を向かず前を向き続ければ絶対にあのいい方向に僕らは進んでいってるので、それを信じるだけだということを、選手たちには伝えてるんですが、それが本当にみんな明るい雰囲気で陽のオーラで、試合ができていることが、この勝ち星を、最近増やしている勝因かなと思っています。もう鮫島ヘッドコーチ自身もずっと立ちっぱなしで声を出しながら陽のオーラを発揮し続けてると思うんですけれども、あ、自分がやっぱ暗くなってたら誰もついてこないですし、うん、あの明るい雰囲気を出して、たとえ苦しい時間でも自分が、コートに立てなくても、6人目の選手じゃないですけど、声は出せるので、そこでみんなと一緒に戦って、チームの雰囲気を良くして、苦境を、乗り越えて、で勝利を掴んでいって、それがやっぱり、まあ、自信なんですかね、自信になっているのかなと思ってます。はい、あと常々3つのシーンも大事だって言ってますよね。そうですね、あのやっぱりコミュニケーション、コンセントレーション、コンフィデンス、集中、対話、それで自信、本当にこの3つが今までの鹿児島レブナイツ今シーズンですね、ちょっと足りなかった部分かなと思っていて、でもこの3つを体現してくれれば、チームとして戦っていると自負してますので、これを最終戦でも発揮できたらいいなと思ってます。相手チームの分析等々も自分たちが大体何点取れば何点に抑えれば勝てるみたいな冷静な分析っていうのも今ちゃんとできてると思うんですけれども、はい、次の埼玉ブロンコス戦アウェーで2連敗してしまった相手です。どういう思いで臨んでいこうっていうのはこう頭の中にあるんですか、描かれてるんですか。はい、埼玉戦、本当に苦しいアウェーで苦しい、2連敗だったんですけど、でもその2連敗があったからこそ僕たちはこうやって、一歩一歩歩みを止めないで、進化を続けられているので、でもこの埼玉の2戦を今度、2連勝すればもっと未来へつながると感じていて、この埼玉戦ではその相手どうこうよりも自分たちの今までやってきたバスケットを信じて、埼玉さんに、向かっていきたいなと思ってます。選手権ヘッドコーチならではの難しさって何かありますかっていう質問あるんですか。はい、いや難しさですね、まあ、楽しいことももちろんありますし今とてもやりがいだなって感じてるんですけど、でもやっぱり選手としてのそのやっぱりコンディションの維持だったりヘッドコーチとしてのやっぱ戦術だったり、まあ、その両立って部分がまあシンプルなんですけどが一番本当に難しいなと感じていて、あとはその試合 その出場しないっていう部分も自分はどうしてもやっぱりチーム一丸ってところに重点を置いていまして、まあ、僕自身が本当に出場して、チームのその陽のオーラが乱れるんじゃないかなとかそういったことを葛藤しながら本当にやってきましたね。はい、
まあ、そんな葛藤の中でその鮫島選手が眠れてるんだろうかっていうそのブースターの多分思いがあって何時間くらい普段寝てるんですかという質問もあるんですけれども、そうです、寝てない時は本当に試合の前日だったり、試合 その土曜日終わっての日曜日の対策を、練習生の山田と、はい、ビデオを撮ったり見て撮って、はい、切り取って、でも、僕と山田だけではなくてトレーナーの生駒トレーナーだったり、うん、アウェーではあの西村トレーナーが帯同してくださって、うん、またそのマネージャーの松岡だったりと、はい、本当にスタッフが本当に選手と一緒になって、うん、このチームを支えてるんだなと、本当改めてこの立場になって、理解しましたね。本当にだから本当にスタッフのありがたみ、やっぱりスタッフがいなければ僕たちは選手は本当にこうやって試合当日輝ける場所でプレーできてないんだと改めて感じました。はい、ということはやっぱり土曜ゲームは、まあ、金土の場合もありますし土日もありますけれども、ゲーム1終わった後のゲーム2にかけての夜っていうのはもう相当やっぱり対策というか寝る間も惜しんでになるわけですね。そうですね、まず映像を切って、で自分たち その悪いところじゃなくて、僕がちょっと意識しているのは、うん、ただ映像を切るだけではなくて、そしたら悪いイメージしかつかない、自分たちのいいところもしっかり切るので、そこをどこがチョイスしてビデオを切り取ればいいのかなっていうのを山田とよく話し合ってるんですけど、あとまだ一応 僕もまだ選手なので、はい、次の日の朝、体育館空いてる時間に行って、非合スキルトレーナーホームだったについてもらってやったりしているんですけど、まあ、そういった本当にヘッドコーチでもあり選手なので、そこがちょっと、うん、まあ、きつい部分でもあり、まあ、楽しさでもありっていうところですね。はい、そうですね、まあ、自分自身ちょっと早めのオフに入って調整しながらっていうところで、なかなか二足のわらじって大変だと思うんですけど、そんな中でもやっぱり1分でもいいから選手の姿を今シーズン見たいというブースターさんの思いもありますけども、その辺についてはいかがですか。そうですね、そこは企業秘密ということですまあ僕自身も出場したい気持ちもありますし、はい、出動できるコンディションも維持できていると自負してますので、うん、いつでも準備はできています。ただ僕だけのチームではないですし、僕じゃなくても今のチームだったら絶対に戦えますし、やっぱり浜田、菊山、田中がやっぱりガードとして本当に、一試合一試合頼もしいというか、見てて僕自身もヘッドコーチとしてすごく楽しいので、うん、まあ、やっぱ彼らのやっぱりそのバスケットをブースターの皆さんにどんどん見せてあげたいですし、それを僕自身がヘッドコーチとして使いたいなっていうのがすごく今あります。はい、その4人のガードっていうのを自分の頭の中でどう組み合わせて40分乗り切ろうかっていうのが今楽しみっていうことですね。もうすごく楽しいですね。もちろんこのガード陣だけではなくて、本当にいろんな選手、例えば今まで出場時間がなかった栗原を、どこで使って、彼が生き生きできるのだろうかとか、あとはその、まあ、松崎、藤田、長山がそのどこでチームを支えてくれるのか、あと林さんがここ一本決まればチームがぐんと波に来るだったりとか、やっぱりあとエースの川上がやっぱりどういったプレーしやすいのかなとか、本当に外国籍者いろんな選手が本当に、全員が本当に MVP になることを考えて、僕自身、毎日その戦術だったりその使い方だったりっていうのを考えながらやらせてもらってます。はい、もう、まあ、以前のチームだったら、まあ、スターターがあってセカンドチームがあって、それをこううまく組み合わせながらっていうパターンでしたけれど、今鮫島和人ヘッドコーチのチームになると、もう本当にいろんな選手のいろんなパターンの組み合わせ5人が出てきてっていう風な形があると思うんですけれども、やっぱり自分の中でもこれはいい悪いと思うのを取捨選択しながらやって組み立てていくっていうのは非常に楽しいですか、今やってて。めちゃくちゃ楽しいですし、うん、まあ、これはやっぱり全ヘッドコーチがやってたバスケットプラス、やっぱり自分の考えてる、その選手の生かしようってのがやっぱり今いい感じに、噛み合ってるからこそなので、まあ、これは僕だけ の, やっぱりそのバスケットではなくて、まあ、全ヘッドコーチのバスケットプラスやっぱりチームみんなが、僕のことを理解してくれて、でいつでも準備してくれるので、だからこそ今こうやって、陽のオーラで、チームが雰囲気よくできているのかなと思います。まあ、現ヘッドコーチになってすっごく苦しいですって、まあ、最後のコメントを、ね、この前勝利した時も話してました、はい、まあ、
前ヘッドコーチの苦しみっていうのも今なってみて分かると思うんですけれども、その前ヘッドコーチを見てて自分としてもここは踏襲した方がいいなとかいう思いとかっていうのはありますか？それとも自分の中でまあ大体こう遺伝子として組み込まれているので、どういうふうにこうレブナイズ盛り上げていきたいっていうふうなって、なんか考えとか思いとかってありますか？まあ思い、まあ、自分は自分なので、うん、その前ヘッドコーチっていうよりかはもう自分の思いを本当にコート上でみんなと一緒に表現するだけなので、バスケット の, そのレブナイズの伝統を作ってくださったのは前ヘッドコーチですけど、でもやっぱり今は本当に未来に進む新しい未来のレブナイズへのバスケットを僕自身が、作っていって、でそれを、まあ、来シーズン以降、B2 に向けて、やっていけたらいいなと思います。はい、では最後に改めてメッセージ、こちらのカメラに向かって、はい、ブースターの皆さんにこの2試合にかける思いを埋めてください。今シーズン、こういうコロナ禍の状況の中、鹿児島レブナイズを、応援してくださりありがとうございます。残り2試合となりましたが、最後まで陽のオーラで、熱狂しますので、ぜひ残りの2試合一緒に戦って、5連勝という最高な形で、終わりましょう。そして福田伊吹の最後の勇姿っていうところをぜひ見てやってください。よろしくお願いします。はい、5連勝陽のオーラで締めくくっていきたいと思います。はい、今日は鮫島和人選手兼ヘッドコーチにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。